なんだ。回復が早いな。判断力もある。よく訓練されているな。いい兵士だ。あんたは何者だ。スネークだ。スネーク？コードネームか。アメリカ軍だな。あんたもフォックスなのか。アメリカ軍でもフォックスでもない。ただの兵士だ。ただの兵士が、なぜ？俺たちはフォックスの反乱を阻止するために来た。フォックスのジンはアメリカ政府を裏切って手に入れた新兵器とこの基地にある爆弾とを使ってお前たちの祖国と交渉しようとしている。だがその実態は脅迫だ。俺たちはそれを阻止したい。サンヒエロニモ半島にいる兵士たちをジンから解放して裏切り者のフォックスを捕らえるのが俺たちの目的だ。フォックスの隊員たちを恐れる気持ちはわかる。だが俺たちがこの半島のソ連兵を救うには協力者が必要だ。力を貸してくれないか。俺たちを助ける。だからジンを倒すのに協力しろと。何がおかしい。やはり洗脳か。俺たちがジンに洗脳されてるというのか。傑作だ。あんたたちは何か勘違いしてるようだな。勘違い？俺たちはジーンに脅されて反乱に加担したわけではない。最初に裏切ったのは俺たちの祖国の方だ。俺たちは極秘任務のせいで家族や友人と連絡を取ることもできないままこの辺境の基地を守り続けてきた。慣れない気候、貧しい食事、フード病やコロンビア政府との小競り合いで何人もの仲間が死んだ。それでも俺たちは与えられた任務を果たし続けてきた。それが祖国のためだと信じていたからだ。だが俺たちの祖国はそれをあっさりと裏切った。クレムリンの方針転換のことを言っているのか。この基地の存在が明るみに出ればソ連はアメリカに対して政治的な負い目を作ることになる。ブレジネフが進めている戦略兵器制限交渉ではその失点は致命的だ。だから政治的な理屈など俺たちには関係ない。重要なのは俺たちの祖国がこの基地の存在を消したということだ。軍は俺たちを帰国させる代わりに通信の痕跡を消し補給を断った。この半島を孤立させこの基地が俺たちの部隊の独断による暴走の産物だという体裁を整えるために俺たちは祖国に見捨てられたのだ。だからジーンに従うのか。ジーンは俺たちの国を作ると言った。兵士を支配する国家ではなく兵士のための国家を。ジンは俺たちに正義を与えてくれる。彼が俺たちに与えてくれた正義、それを失うことが恐怖なんだ。だから俺たちは彼に従う。お前たちにジンは止められない。正義か。正義の意味は時の流れによって変わる。職業軍人なら任務に正義を持ち込むことはない。戦う理由を求めるのは
兵士として生きる者だけだ。俺の師匠がそう言っていた。政治は時代とともに移り変わる。国に忠を尽くしている限り、俺たち兵士が信じていいものは何もないと。正義ではなく、国家でもなく、自分に忠を尽くして、彼女は死んだ。任務のために。あんたに戦闘の技術を教えた師匠か。何者だ？彼女はザ・ボスと呼ばれていた。俺が殺した。ザ・ボス？伝説の兵士を殺した？そうか、スネーク。あんたがビッグボスか。グロズニー・グラードでボルギン大佐を倒した英雄。戦士として互いの忠を尽くせ。ザ・ボスは俺にそう言った。俺にはまだその意味がわからない。忠を尽くす。正義でも国家でもなく、自分に忠を。ジンは本当に俺たちの祖国を脅迫しようとしているのか？本当だ。スネークが哨戒基地で機密文書を手に入れた。ジーンがアメリカから強奪した新兵器は、この基地から発射してソ連国内の主要都市すべてに壊滅的なダメージを与えることができる。信じられないかもしれないが。いや、信じよう。ソ連の軍人ではなく、一人の兵士として。助かる。俺はあなたに従う。任務を与えてくれ、スネーク。